はい、皆さんこんばんは、盆栽推奨員の松江です。今回は、藤舟の寄せ植え の、ご紹介をしたいと思います。この藤舟のですね、寄せ植えはある愛好家さんがずっと作っておられた木なんですけども、非常にですね、多感樹形で、林のようなね、もうこの辺見ていただいたら、林の中をこう歩いているようなね、そういう風な雰囲気がもう出てる木なんですけども、かなり持ち込みが古い木でしてね、もともとはこの木は挿し木のようなものから、ものすごく細い挿し木のようなものを束で植えて、でそれで自然に自然淘汰で枯れるところは枯れて、残るところは残ってっていう風なことを繰り返しながら、こういう風な林の姿っていうのを創出していた木らしいんですけども、非常に本当に、そういうふうな厳しい寒さの、中で、育ったような、そういう自然の美しい姿っていうのが出てると思うんですけどね。やっぱり幹肌がこういうふうに白くて、やっぱり肌がね、ちょっと僕らが住んでる兵庫県っていうところは、氷ノ山っていう山があるんですけど、そういうところのブナだったら、ちょっと幹肌がね、茶色いんですよね。茶色いっていうのが、ちょっと灰色が上がったような色になるんですけど、やっぱりこの藤ブナっていうのは、やっぱりこの幹肌の白さっていうのが、すごく綺麗でね、やっぱりこの冬場に、やっぱり葉が落ちた状態の、この姿っていうのは、やっぱり、何とも言えない魅力っていうのがあると思いますね。はい、今回は、藤舟の寄せ植えの、ご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。